4番ホール400ヤード長いパー4になっておりますが、打ち下ろしなので距離は稼げると思います。400ヤードから約15ヤード手前、385ヤード打ち下ろし、3番ホールバーディーの木村選手が利用します。ナイスショット、フェアウェイ真ん中ど真ん中、ナイスショットです。竹原選手ナイスショット、フェアウェイど真ん中です。竹原選手ちょっとスライスがかかってますが大丈夫でしょうか。右ラフ、カート道より右になってしまってます。もう一回やった方がいいと思う。ちょっとカート道より右だったよな。レオン選手内緒、フェアウェイ真ん中、キリハン選手ちょっと右にスライスがかかってしまい暫定になっております。左に安全にバンカー方面です。バンカー方面に行きました。サナリモス選手、さっきの痛いスリーパットを取らせるか。お、ピン筋ってます。距離はオーナーショー、竹原選手残り145、残念ながら一度ピンを見てしまいました。2ターン目はショートです。木村選手風に苦労してます。フォローの風を呼んでるか。おお、ナイスショー、ナイスショット。さて、竹野選手ショートしてしまいましたがリカバリーショットはどうなるか。あ、出しましたがちょっと左オーバーしてしまいました。桐原選手125ヤード寄せられるか。入れ、ナイスショ。木村選手は思ったよりもオーバーとなってしまいました。15ヤードラフから下りのフックラインになると思いますがパターを持っています。さあ、打ち切ることができるか。約1メートル20センチ、竹原選手、ラフからパター約8メートル。残念ながらパーセーブすることができませんでした。さあ、今選手先ほどのパンスリーのを取り戻せるか。ちょっと強そう。約1メートル50センチほどオーバーしてしまいました。しかしゴルフのパットはショートでは入りません。ナイスセーブ、ナイスパン。ナイス、ナイスパー。残念、ダボとなってしまいました。打ち下ろし右ドッグ、長いパー4です。右は行け。
左ラフですが、落ちてきています。よいしょ、フェアウェイ右、ナイスショットです。よいしょ、ナイスショットです。竹原選手、池越えの上り180、右、グリーン右ラフです。木村選手も180ヤードです。平野選手も180ヤード。これもちょっと右。グリーン右ラフからバウンスしまして、エッジ。右エッジです。山本選手、リバードラインを考えて残り約165ヤードユーティリティです。ちょっと引っ掛け気味、ショート気味、バンカーで手前バンカーに入ってしまいました。木村選手、約40ヤードのアプローチとなります。リバードライです。ナイスアプローチ。さあ、差し寄せられるか。少々オーバーしてしまいました。これも30ヤード程度あります。ナイスアプローチ。ちょっと弱い、1メートル50残してしまいました。昨日今日の雨で、小雨でグリーンが遅いようです。3名ともパーセーブには問題な距離を残しております。ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスセーブ。してしまいました。竹原選手は入れパーです。ナイスアプローチでした。ナイスパー。よいしょ、真ん中だけど、おお、地形が複雑に入り組んでる名物ホールです。やっぱフェアウェイちょっと左、200を打てば池からは解放されます。よいしょ、フェアウェイ上からティーグラウンドを見ていますが、普
2つの谷を越えて来なくてはならないパー5です。景色が、プロではないアマチュアゴルファーには圧倒されてしまいます。4名とも、あ、そっち私だよ、それ私、フェアウェイ、この先にはクリークがあり、ワンペナとなっております。いいな、あんな飛んで、うん、ギリギリ、セカンド地点も右 OB となっていて、傾斜は左から右になっています。よいしょ、無事フェアウェイキープ。ドローかかって、ナイスショット。よいしょ、フェアウェイド真ん中、距離じゃないんだよ。さあ竹原選手、飛びすぎでした、危うくでしたが、ナイスショット。フェアウェイ左キープ。あ、バンカー手前で止まりました。平選手145ヤード上り、かなり上っているので160ぐらいの距離が必要だと思います。ピン右、ちょっとショートでした。爪先下がりの難しいラインでしたが、最初120強、お、ピンに向かって、よいしょ。さあ残り約115ヤード寄せることができるか、ピンに向かって左、ピン左にオンです。さあ20ヤード上りのアプローチ、竹原選手から8メートル、かなり曲がるスライス下りです。これは3パットしなければ御の字というパットでしょう。読み切れるか、お、ナイスボール、お、入るか入るか、惜しい、ナイスタッチ、ナイスパー。選手ナイスパー。さあ桐原選手パーセーブなるか、ナイスパー、ナイスセーブ。さあ選手ナイスバーディー。